Hello everyone! Thank you so much for watching! では今日2年生の教科書です。Okay, so today、we're gonna start Unit 2, Scene 2ですね。ページは24 and 25になります。はい、ではですね、このやるところが分かったので、ちょっと教科書を閉じて聞きます。ね、聞くときは聞くだけじゃなくて、ブツブツ真似をして言うっていうことを必ずしてください。Okay, so now it's time to listen. Here we go. What will Asami and George do next Sunday? There's a good curry restaurant near my house. Really?I want to go there sometime. Meg and Kaito will go there this Sunday. If you have time, we can go with them. Great! I want to eat curry pilaf. Sounds good. You know, curry and rice originally came to Japan from overseas. From India, right? Well,You are half right. What do you mean? Read this book if you're interested in the other half. さあ、ここで2回ぐらい聞いたら、Now it's time to open your textbook to page 24. さあ、次はですね、皆さんいつものボールペンの時間ですね。それでは、テキストを見ながら今度は、ね、今聞くだけ聞いたのでボールペンを持ってどんな風に自分の耳に聞こえていたのかなということをチェックしながらこの三単元の S 四角それからたくさんある時の S には丸そして過去形には2本線というルールを赤ペンでチェックしていきます。So here we go. There's a good curry restaurant near my house.Really? I want to go there sometime. Meg and Kaito will go there this Sunday. If you have time, we can go with them. Great! I want to eat a curry pilaf. Sounds good. はい、これが sounds ですね。これはもうこの形でみんな覚えてるんですけど、sounds good.これが何が省略されて sounds good のここになってるかっていうと that sounds good というこの that っていうのがカッコね省略されちゃってる形がこの sounds good っていう言い方ですねいいじゃんっていう感じです日本語だとこれは S が四角になってますねさあ You know Korean rice originally came to Japan from overseas You knowこれはですね、知ってるっていう感じ、そのままですね。You know っていう感じでですね、英語を話す人と話してると、わかるよね、わかるよねっていうので、結構この You know っていうのを普通に使います。だから You know ってあるから、あなたは知ってるっていうふうに直訳するよっていうよりは、なんかこうみんなが日本語話しても、ね、みたいな。この相手とコミュニケーションをうまくするためにこの使うね、わかるよねっていうようなこの意味で You know っていう感じをね、使います You know,、I'm not so young っていう感じですねわかるよね私はそんなに若くないのってっていう感じはい、じゃあ次ですね From India, right? っていうことでインディアからでしょっていうことで聞いてますね Well, you are half rightHalf right. これ後でやろうと思いますね。Half right っていうのと、You are right っていうのと、なんとなくみんなわかるでしょ ?Half. You know, half っていうのは、Well, I had、the half of the package、of、chocolate とかね。なんか、半分っていうのわかるよね。Half. ね。はい。そんな感じの意味で、You are half right って言われた時と、You're right って言われた時と、ちょっとこのリアクションね。You are half right.You are right. もう分かったね。はい。じゃあ次ですね。What do you mean?What do you mean? もう分かりますね、これね。What do you mean? これはまさに日本語でもし外国人の人が言うとしたら、どういう意味ですかっていう感じですね。はい。Read this book if you are interested in the other half.
さあ、read っていうふうに動詞が一番前に来てる時っていうのはね、いつもこれどの学年でもやるんですけど、主語が本当は前に来てるんです。英語の鉄のルールっていうのがあって。でも、この主語の前に、もう主語も省いて、ね、動詞だけがボーンって出てきてるっていうのは、これはこの動詞にあたるもの、この場合だと、read っていうのにすごく強い意味がありすぎて、もうこの、ここに牛も蹴散らして、ね、もう主語も蹴散らして前に出ちゃってるっていうのが、これが実は命令文の形です。だから基本のルールに当てはまらないよっていう意味がやっぱりこの動詞がボーンって出ることによって出るんです。だからみんなこの意味を日本語では命令文っていうふうに言っちゃうんですけど、要するに動詞が一番前に出ているその動詞を伝えたいっていう気持ちが強すぎるときに、この命令文だったり呼びかけだったりいろんな言い方でこの動詞が前に出ちゃうんですね。で、この場合は、ね、この本読んだらわかるよということで命令しているわけじゃ実はないんですね。ただこのあさみちゃんはこの長州くんに読んでってことを先に言いたいので、ね、この前にもし You should read this book っていうことでも別に間違いではないんです。この should っていうのはみんな習ってないんですけど、 You should read this book って言っても別にここでおかしくないのは、言ってる内容は一緒だから。ただ、あさみちゃんここで読んでよっていうことを先に言いたかった。だからもう優秀っていうさっきのね、このもう牛も蹴散らして主語がなくなっちゃった状態で読んで、read っていうのを先に言ってるっていうふうに思うと、ね、こういう文章の作り方って英語はね、実は日本語より簡単なんですよね。さあ、そして次の、in the other half っていうのがありますけど、ハーフっていう言い方はね、前にこれちょっと外すね、もうこのチェックするものがここないので、ハーフっていう言い方、前で今ここでハーフっていう風に言ってたでしょ。で、このハーフに対してここに例えばこうあるとするとだよ、ここに何ドーナツがじゃああったとして、ドーナツっていうとおかしいからケーキにしますね。ピッツァ、ピザはどう？みんな。ピザだったらなんかこのイメージができるじゃない？ハーフってことはこういうことでしょ？ハーフ。ね、これがハーフでしょ？で、この同じものの半分っていうふうに英語で言うときには、最初はアハーフっていうふうに言えるんです。ここの全体から半分のアハーフっていうのをポロンって取った感じになるから。で、この後この半分がじゃあ取れちゃったときっていうのはこうなってるじゃない？ね、だってもうこのハーフこうもうなくなっちゃって、もう持ってちゃったわけ、この人がトントコトンってこのピザ。そうするとこの残った半分っていうのは、さっきここにこう点点点でね、幻想ね、もうないから幻想であったものの半分ってことじゃない？わかる？だからこれはいつも言ってるその名詞の捉え方なんだけどね、いっぱいラケットがある中の一つっていうのがパーンってライトが当たった時、1年生のところでやってますので、1年生の名詞の捉え方っていう回を見るととってもよくわかるように説明してるんですけど、名詞っていうのはたくさん、例えばあなたがね、ラケットを見てどれにしようかなって言ってる時はラケットで、あなたがこの中であ、これいいわ、あれいいと思うっていうふうに見つけてパーンってライトが当たった、これがあ、ラケット。そしてあなたがもうあれにしますって言って買ってお金を払ってここに持ってる、これは The Rocket っていう風になって、もうこれ一個しかないっていう考え方で、ここでなぜ The Half っていうのが後から突然出てきたかっていうと、そのピザってことなき The Half になるわけ。ここ取られちゃったこの半分ねってことで、新しい何かがここにまた出てきて半分あるわけじゃない。だからここにもザっていうのが必ずついてくるんだよね。それがこのザっていうのの感覚なので、これも結構しつこいなこのおばさんと思うと思うんだけど、このザっていう感覚がわからないと、こういう時はザがつくんだって頭でどんなに覚えても、後でまたちょっと違う文章になった時にこのザっていうのをつけないでね、in half とかIn other half ってやってしまって、この the を抜いてしまうんだけれども、この the っていうのがなぜここについてるかっていうのが分かってる子は in the other half っていう風になります。この発音なんだけど、other のこの
other っていう、あっていう音がここにある場合には、apple と一緒で、ね、この音が、母音の音ですね、このあ、あ、あ。そうすると、この前に来る the っていうのが、the other って言わずに、the other、the other っていう風になります。でね、これね、何回も口に出して言えばいいんです。ね、何回も口に出して言うと、言えるようになっちゃう。もうね、自動的に口が the other っていう風になる。これをむしろ逆に the other っていう方がね、言いにくいなっていう感じになるんです。だから英語は、とにかく口に出して言うっていうことがものすごく大事です。もうね、英語を話してる時にね、いちいち、あ、そうだ、ここが母音だからここは the、the、the なんて、そんな考えてたらね、誰かと話してるって絶対今度話せなくなっちゃう。だから考えなくてもみんな自転車に乗れるようになるでしょ、ね、いつの間にか。でもみんな覚えてないけど、めちゃくちゃ自転車に乗り始めた時ってめちゃくちゃ考えてたかもしれない。ただもうちっちゃい子っていうのはあんまりいろんなこと考えなくてできるんです。それがもうちっちゃい子の特権なんだけど、ね、でもうみんな大きくなるといきなり今ね、自転車に今まで一回も乗ってこなかった人って実はもう乗れないのよ。乗れない子がいたらごめんなさいね。そう、乗るのすごい勇気いるでしょ。だって考えちゃうから。で、英語もね、英語も考えちゃうとなかなか今度ね、乗れなくなるのと一緒で、英語の場合は使えなくなっちゃうわけ。使えないってことは話せない、ね、で、使えない、話せないってことはもう聞けない。もうなんか例えば話そうと思ってもね、自分が話した瞬間に誰かが何か言ったことが聞けなくてとか、聞けても話すことを考えてるうちにまた次のが来ちゃって、もう結局は要するに話せないっていう人になっちゃう。話せないってことは使えないってこと、使えないって、話せないってことはもう書けないってこと。だからなんていうのかな、英語っていうのはやっぱり使えるようになることによって全部できるようになるの。読むことも書くことももちろんできるし、ね、話せたり聞けたりすれば。だからとにかく黙々と図書館で絶対英語の勉強はしちゃダメ。もう英語だけはもうどんなに家族にうるさいって言われても、お家でブツブツ言いながら勉強をしてください。で、キーセンテンス、ここでみんなが勉強するのは、If you have time, we can go ですね。これはですね、もし私が鳥だったらと言っているわけでもないし、ね、もしたくさんお金を貯めたら私は旅行するのにっていうふうに仮説を立てて言ってるものではないですよね。これはつまりあなたのコンディションを聞いてるんです。そのあなたにもし時間があるなら We can go、 私たちは行くことができます。あ、もし時間ないなら行かなくていいですっていうようなニュアンスが、この If you have time, we can go っていうのですね。で、これをなぜこの2年生の教科書で、今度新しく改訂されて入ったのかなっていうと、確かにこの表現って誰かと話してる時にすごく使うと思うんですよ、みんなが。ね、だってみんなお友達に、ああちょっともし時間あったらメールちょうだいとか、もし時間あったら私に電話くれるとかっていう感じでは使うでしょ。で、これは別に何て言うのかな、非現実的な提案をしているわけじゃないし、相手のコンディションを聞いて、それがもしできるならそうしてくれるっていうような感じで、相手にちょっとこのお願いをしている感じの、コンディショナルセンテンスっていうのにこれは入ってくるんですね。で、これを実は英語では conditionals with imperatives っていうので、こういう例文があるんですね。If you are cold, put on a coat。これもこれに近いと思います。で、もしあなたが寒いなら、put on a coat。コートを着てください。コートを着てねっていう感じで、こういう言い方に限りなく近いのがこれですね。If you have time, もし時間があるなら we can go。 私たちは一緒に行ける。これ別の言い方を例えばすると、もし時間があるなら電話をくれるっていう言い方もできるわけ。If you have time, would you call me back?ね、電話をして、あ、今ちょっと I'm so busy, I can't talk right now、 今はちょっと話せないのってお友達が言って、あなたが Oh, oh, no, I'm really sorry、but if you have time, would you call me back later? っ
ていう方はできるでしょね。なんかしてくれるっていう、これはだからね、すごく会話に使える、だからこの教科書に入ったんだなと思うのね。だからみんなこの今のこのシチュエーション、頭の中でイメージしてほしいの。イメージができると変えられるんです。このフレーズを変えて自分で英語で考えてセンテンスを作ることができるんです。中学校の文章はそんなに長い文章からいきなりスタートしないです。もう2年生だから結構ね、長くなってきてると思ってる子いると思うんだけど、まだまだ全然短いです。みんながこの先ずっと高校もね、行くだろうし、ね、大学も行く子もほとんど大学行くだろうし、そうやって勉強するってなると、もうどんどんセンテンスが長くなってきて、もうわけわからないっていう風になっちゃう前に、中学校の時に英語のなぜだがつくのかとか、あがつくのかっていうことも含めて、覚えてしまうというか、その楽しんで、ね、合点合点っていう、この合点合点っていう気持ちが大事なので、ね、そういう感じで勉強してほしいんですね。そうすると、このカッコのところ下ですね、We can go if you have time。こういうふうに逆転して言うことももちろんできます。ただ、この言い方って実はあまりしないんです。これは、英語のネイティブの人でもあまりしないです。っていうのは、もし何々だったらってことを先に言いたいんですよ。やっぱこのシチュエーションだと。だってあなたがね、お友達に電話してね、もし時間あったらっていう言い方よりも、ああごめん、もし電話、時間あったらさ、電話してくれるってこう、こっちを先に言いたいでしょ、もしっていう方。だから、ほとんどの場合は、この if っていうのは前に出て、if you have time っていうこの順番で言われることがほぼほぼ間違いないです。この if 説っていうのは、だから if っていうのが一番最初にこういうふうにボーンって出てくるんですね。で、この if っていうのが来たら、いつも言うように、その主語の、この今度は主語があるから、この虫を出しておかないといけないんですけど、で、この主語の前に if っていうのが来てる。あ、だからこれは、この、鉄のルールのとちょっと違う文章だなっていうことがわかるでしょ。で、この if が来て、この後は if you have time だから、これ全然いつもと変わらないよね。if you have time。で、ここにもし何々ならっていうふうに先にボーンって言ってるから、ここにカンマがつくんです。で、ここにカンマ、何々なら、何々できるとか、もう一つのこの文章がここにボーンってくるので、ここにカンマがついて、次の文章が来ていますね。この場合は We can go ですね。 We can go、 一緒に行けるよっていうことですよね。はい、これはもう本当に可能性とか相手に対して、そのもしっていう、その仮定的な感じですごく強く言ってるっていうよりは、相手のコンディションをこう聞いてる、聞いて、もし行けるなら一緒に行けるよねっていう感じになる。じゃあこれ、If you don't have time、 もし時間がないなら、まあ行かなくていいよ、別に行く必要ない、 We don't have to go there っていう言い方になっちゃうんですけど、それはちょっと難しいので今しないんですけど、逆の言い方もできるね。もし時間がないならいいよいいよっていう方ももちろんできるんですよ、この if の文ですね。で、次 for example のところは、この文章このままなっているだけなので大丈夫だと思いますね。で、このいい、この下でこのプラクティスっていうのをやってしまうと、多分みんなはですね、このキーセンテンスにただ入れ込んじゃうだけになっちゃう。だから私はちょっとこのキーセンテンス終わったら、一旦この文章をみんなでこの一つ一つね、どんなルールがあってこんななってるのかなっていうことを考えることをしたいと思うので、プラクティスはこの後でまたやるからいいかな、後のところまで見てね。はい、じゃあ本文に戻っていきますね。はい、 There's a good curry restaurant near my house. There's a っていうふうに来たら、みんなどういうことだったかっていうと、新しい情報を誰かに提案するときに、There's a good curry restaurant near my house っていう言い方をするんです。で、あ、good curry restaurant って言ってるってことは、ね、まあ、世の中にいっぱいカレーレストランっていうのはたくさんあるんだけど、その中の一つ、これつけときますね、多分出てくるので。はい。その中に、ポット
と当たった、そのライトが当たってる感じで、A good curry restaurant が私の家の近くにあるのよっていうことですね。これはこの near っていうのがないと、私の家っていうものを突然持ってきても全然文章が成り立たなくなっちゃうんです。だって there's a good curry restaurant っていうのでありますって言ってて、 my house っていうとカリーレストランが私の家なのって感じになっちゃうわけ極端に言うとね。で、この near っていうのがここにあることで、の近くにっていうふうに、この near my house っていうところが、この、なんていうんですかね、あの、文章のところにペタッとこう、付録のように、おかずのようにくっついてきてるイメージ。それが、この near っていうのがこうなってるんですね。だから、there is a good curry restaurant near my house。もしここで切るとしたらこんな感じですね。はい。で、really? これ練習してくださいよ。really? これが言えるとかっこいいから。本当に。で、会話してても、oh, really? Wow, awesome! Oh, really? かっこよくないですか ?really? っていうのを使えるとね。じゃあ、really? の後ですね。I wanna go there sometime.I wanna go っていうかですね。I want to go と言ってももちろんいいんですけど、多分これは、I wanna go っていう感じで言うと思います。go there そこに行きたいっていうことですね。だ、ここでもまた出てくるんですけれども、ね、英語は場所が先に来ます。だから、I wanna go there そこに、どこに行きたい。そして、いつ。ね、sometime。この順番は、about でいいので、なんとなく頭に入れておくと、いつもこの文章を作るときに、とってもね、気持ちが楽になりますね。はい。そして、sometime っていうのは、いつか行きたい。これちょっと間違えるといけないのが、sometimes っていう、sometimes って S がつくパターンと、この sometime っていうのは微妙に違うので、これね、sometime。これはいつかっていう意味になります。Someday, someday over the rainbow みたいな感じの sometime っていう感じです。で、ここに S がついたパターンですね。ここに S がついちゃってるパターンっていうのは、Sometimes do you eat bread in the morning? Well, sometimes, but I prefer to, you know, eat rice instead of bread.ね、私はちょっとご飯を食べるかな、朝は、うん。でも、時々はパンも食べるよ。この時々っていう時にはこの S がついているので、この sometime と sometimes をちょっとですね、頭の中で、うんうんと覚えておいてください。次ですね、Meg and Kaito will go there this Sunday。はい。これはもうみんな今までやってきている will go。この will っていうのを使ってますね。And,カイト、メグ&カイトですね。メグ&カイトっていうのはもうこれメグちゃんだけじゃなくてカイト君もいるから they になりますよね。ただウィルのものっていうのは何もそういう人数関係ないのでこのまま取れるんですけど、はい、皆さん will go there this Sunday ってことはどんなことをここで意味しているのかっていうと、ね、このあさみちゃんは will を使うことでそういう風に言ってたよっていう感じで言ってるんです。We'll go there this Sunday. Be going to じゃないから、これ be going to でも間違ってはいないんですよ。ただ、あさみちゃんそういう風になんかこう、メグちゃんとカイト君からこう聞いたんですよね。だからそれをさらっと、なんか、そうそう、こんな感じ。そうそう、メグとカイトがね、今週の日曜日にそこ行くらしいわよ。行くんだって。こういう感じです。だから、いつもこの will っていうのは、こういう根拠があるとか、そういうですね、なんていうのかな、説明がいらない感じで、未来のことを言うとき。で、この場合は、めぐちゃんとカイト君であって、あさみちゃんのことじゃないよね。で、自分のことじゃない will っていうのは、これは意思にはならないんです。だって、人の意思はわからないじゃん、みんな。わかるよね。いつも言っちゃうんだけど。だから、このメグちゃんとカイトくんが行くらしいという、これ、推量っていう日本語なんで、多分そうだろうっていう意味になるんですよね。うん。で、説明をして、ね、行くらしいわよ。行くんだってっていう感じのイメージ。ね。そして、この次、あさみちゃんが、If you have time, we can go with them. ね。
この時点ではメグちゃんとカイト君が行くって言ってて、アサミちゃんはこの仲間には入ってないんですね。で、ここでジョーシュ君に、ねえ、もしジョーシュ時間があったら私たちあの子たちと一緒に行けるわよって、こういう感じがこの If you have time, we can go with them っていう文章の中に入っています。なのでこのもしあなたに時間があるならっていうのは、仮定っていうよりはその相手の状況を聞いてるだけであって、別にあさみちゃんはこの上司君にすごい頼んでるわけでもないんですよね。ただ単に上司君に時間があるかどうかをこう聞いてる感じ、この言い方の if っていうのがこの2年生で習っている if になります。いいかな。そうすると上司が Great! I want to eat a curry pilaf。 この子よっぽどカリーピラフが好きなんですね。私前も言ったんですけど、カリーピラフって食べたことがあまりないので、ちょっと今度作ってみようかなと思うんですけど、はい、ね、僕はカリーピラフが食べたいというふうにジョシュ君が言いましたね。それに対してアサミちゃん、これはもう1年生から出てます、 Sounds good ですね。いいっていう感じで、この Sounds good っていうのはもうそのまま訳さなくていいんです。もうこれをね、どんな風に訳しているかなと思うと、やっぱりね、ガイドでもいいねって言ってますね。いいねっていうのが一番これはしっくりくる感じですね。さあ次、 You know curry and rice originally came to Japan from overseas。 この You know っていうのはさっき言いましたよね。ね、知ってるっていう感じで使ったり、あと、ああそうだねっていう、ちょっとなんかこう間を取るときに、あ、oh, you know, I wanna say, you know、 もう you know ばっかり言う人いますよ。だからね、ネイティブの人で、まあ、癖なんだろうなと思うんですけど、はい、それぐらいもう頻繁にこの you know っていうのは使えますね。それから curry and rice、 これはみんなの知ってる curry and rice でもペアなので、これ分かれられないものですね。ちょっとここ消しますけど、 curry and rice で、これ何にもあがついてないって思った人いないかな。 curry and rice、 これは curry and rice っていうのはですね、やっぱり形がないのよだって curry and rice でしょ、 curry and rice、 そもそもどっちもこれ数えられないんだけど、数えられないもの同士がくっついたこの日本のカレーライスっていうイメージはね、ここに今写真があるから、なんとなくこのみんな写真がこうなんとなくあるけど、みんなのうちカレーライスってこういう大きなお皿で食べる人もいれば、こんなちいちゃななんかポットみたいなので食べる人もいるかもしれないので、要するに形はわからないね。イメージはなんとなくこうモワモワっとはできるけど、形っていうかこう輪郭がこう出てこない感じだから、これもやっぱりカリー&ライスっていうのはやっぱり数えられない、だからあがついてないんだっていうことなんだよね。こういうこと一つ一つしていくと面白くないですか、英語ってね。カリー&ライスが originally came to Japan、 もともとは came to Japan、 日本にやってきたね。この came っていうのはやっぱり過去形になってるから、もう今じゃないんだよね。もともといつかわかんないけれども、 いつかの時代に日本にやってきた、やってきた時っていうのがちゃんとあるから、これは came to Japan になってるでしょ。で、どこからやってきたのかっていうと from overseas、 外国から、もう日本の外のことはもう基本的に overseas なので、海外からやってきたっていうことだね。で、この overseas っていうののこの s は、これは実はさっきからやっているこの複数形のこれじゃないからね、これじゃないので、もう overseas っていうので覚えちゃってください。はい、これはどこからっていう形で、今みたいに overseas っていうふうに使うこともできるし、他にもですね、go overseas、 外国に行くっていう時にもこれ go overseas で使うこともできます。それからみんなのクラスにはいるかわからないけど、留学生っていう人たちのことね、 oh she is an overseas student、 こういう言い方でもできます。外国から来ているその勉強している人っていうことを、表すことに、 an overseas student っていう方もできるので、いろんなバリエーションがあるんですね、この overseas っていうのは。さあ、そしてジョシュ君が from India, right? from India, right? っていうふうに聞いてますね。え、インドからでしょ？みたいな感じですね。で、この right っていうの一番最後につける前のところにね、カンマがあるの、みんなわかるよね。このチョンってこれがあって
て right っていう風に言ってます。 From India right、 さっき言っていたこの right っていうのなんですけど、これはこのカンマがないとそうだよねみたいな、みんながこう日本語でも違うのそうでしょみたいなニュアンスでこの right っていうのを使いたい場合には、あの必ずこのカンマをつけて、そしてここですね、クエスチョンマークっていうのもここに入れますね、この場合っていうのは、あのこの上司君はあさみちゃんに確認をしているんですね、聞いてる感じだから、このクエスチョンマークがないとちょっとこのあの right っていう感覚が出ないので、これも必ず入れます。そうするとあさみちゃんが well、 そうね、この well っていうのはっていう感じです。だからあんまりこの well っていうのを、その well っていうのは I'm feeling well のこのいい、ちょうど状態がいいっていう状態のこの well と、こういう時のこの会話してる時の well っていうのはちょっとニュアンスが違うので、 well こういう感じです。そのサウンド的には well っていうよりは、wellWell、 このイメージ、この表情を見てなんとなくこの人が思ってることがわかると思うんですけど、そうすると You're half right、 あなたは半分合っているわっていうことですね。で、さっき言ったようにこの half っていうのは半分合ってるってことです。だからもう半分っていう The other half っていうのが実は合ってないわよねっていうイメージが、この子が今言っているところですよね。そして What do you mean? これもよく使えますよ。どういう意味それってみたいな感じで相手にちょっと詰め寄る感じでも言えるし、 What do you mean? ってこうもうちょっと穏やかな感じでも言えますね。例えばね、あなたの友達がズカズカズカってきてね、 I hate you! Bye! って例えば言ったとしますね。そしたらあなた、 Huh? What do you mean?っていう感じになると思うんです。わかる? Suddenly, you know, your best friend came to you and said, I hate you! Bye! You probably think like, What? What do you mean? ってなるでしょ? こういう時にも全然使えるこの What do you mean? ですけど、もうこの通りです。Mean っていうのは、その人が意味していることっていうか、その意図していることとか思いとかっていうのを、この I mean ね、これはとってもよく使う。 What do you mean? ですね。 What do you mean? っていうのはあなた、そのどういう意味なのっていう時に使えることなんですけど、この自分が何か相手に伝えたいけどなんかうまく伝えられないっていう時に、 Well, I mean, you know, I mean っていう方ですね。私が言いたいことはね、ちょっとね、っていう感じで、この I mean っていうのを会話表現のところで使えるんですね。この What do you mean? What do you mean? っていうのは、いろんなシチュエーションでみんなもね、使ってくださいね。ちょっと今のどういう意味?お母さんにね、何か言われて、ちょっと今のどういう意味なの? What do you mean by that? まあ、今のどういう意味っていうのをつけようとすると What do you mean? の後に by that っていうのをつけて What do you mean by that? I don't get it.言ってることちょっとわかんないけどっていうような感じで使うこともできます。それからもう一つ言えるのがね、なんかちょっとそういうドラマとかそういうのを見てて見たことがある人いるかもしれないんだけど、 What do you mean? っていうふうに聞かれた人がね、その聞かれた人が、だから What do you mean? I don't get it! Could you tell me? っていうふうにちょっと説明してくれるってこう言われた人が、I'm really sorry to upset you, but what I mean is that I have to go now. So that mean, what I mean is that I really have to go now. But I don't mean that I don't like you. ちょっと今言ったのわかるかな?ねえ、もしその相手の人が、ちょっとどういう意味、なんでもう行くって言ったのっていうふうにあなたに言ったとして、私ね、そういう意味じゃないの、私今本当に行かなきゃいけないから、だから私行かなきゃいけないからであって、あなたのことが嫌いっていうわけじゃないのよ、みたいなことを今言ったんです。この、なんかこう、英語圏の人だってやっぱりね、何でもかんでも、Yes, No ってはっきり言えない時もあるんですよ。ね。
まあ、例えばな、誰かから告白されたりした時に、あなたのこととってもいい人だと思ってるの、あなたのこと嫌いっていうことじゃないんだけど、あでも今私ちょっと別に好きな人いるからみたいな、そういうシチュエーションは人間だったら誰でもあるでしょ。でそういう時にこの I mean what I mean、 私が意味してるのはそういう意味じゃないのとか、こういう意味なのっていう時に使う時にこの I mean っていうので、私はそういう意味なのっていう言い方も使えるんです。だからこの What do you mean っていうふうに相手に何か聞く時、どういう意味っていう聞く時と、それから I mean 私はこう思う、こういうふうに言いたいんだけどっていう時に使う言い方と使えるんです。だからそんな感じでちょっと、あなんか言ってたわ、ニューホライズンの授業でっていう感じで、ちょっとね、どっかで聞いたら思い出してほしいなって思いますね。そうすると次のあさみちゃんが、Read this book if you are interested in the other half ですね。これは、Read this book って言ってるから、もう読んでっていうことですね。読んで、命令文っていうふうにみんな習っちゃうけど、要するにこの主語がぶっ飛んでいる形。ね。本来ある主語がぶっ飛んでいて、この牛の部分がぶっ飛んでいて、ね、いきなりこのチーズになって、まあ、チーズがこの場合は本だけれども、ね、本を読んで、読むっていうことを相手に強く言いたいので、これが read という動詞が一番最初に出て、読んでっていう相手に強くお願いする形、イコール、まあ、命令するっていうふうに、命令文っていうふうに中学校で習っちゃうんだけど、強くお願いする形、これがこの Read this book ですよね。で、この後はさっきキーセンテンスでやった If you're interested in the other half、 これもね、相手にお願いしてるっていうよりはね、もしあなたがそういうコンディションだったらっていう感じですよね。もしあなたがそうじゃなかったらいいの。でも、もしあなたがそういうコンディションだったら、この本読んでっていう感じのニュアンスが入ってます。なので、ここ、If you are interested in the other half っていうふうになってますね。ちょっといい意味で、興味深い。もしあなたが興味があったらっていうことですね。この本読んでねっていうことで、そんなに悪い意味ではこの場合も使ってないと思います。本文の解説が終わったので、今度はプラクティスに行こうと思います ね。みんなこの If you have time we can go っていう方は本文でも出てきたので十分わかってると思うので、じゃあ1番ですね。 Number 1, You have a headache. You have a headache, so he looks so badなんかとっても辛そうじゃないですか、この右側にいる男の子ね。You can go home. Oh, you can go home. これは先生なのか、ね、誰なのか分かりませんけれども、この辛そうにしてるこのコンディションの男の子に対して、この人が帰っていいよ、帰っていいよっていうことで You can go home って言ってますので、これは If you have a headache, you can go home っていうふうになりますね。Have a headache. これを覚えてください。頭痛いっていう時なんですけど、これはですね、have a headache, have a headache, この a っていうのがついてきますので、これは忘れないようにしてください。Number 2ですね、you're free, ね、you're free, free っていうのわかりますよね。free っていうことなので、まあ、時間がある、自由であるっていうことですね。そして、please come and help me と言っています。これは、あなたのコンディションがこうなら、なんかしてくれるっていう言い方もできるって最初に言った通りの文章がここに来てますけれども、 If you're free, please come and help me. If you're free, please come and help me. I need your help っていうことですね。この女の子助けてほしいんですね、多分ね。でもこれはもしあなたがフリーならっていうことなので、別にそうじゃなかったらいいんですよっていう感じのニュアンスですね。頼んでいるっていうこととはちょっと違うかもしれない。相手のコンディションを聞いて、それに対してこうしてくれるとか、こうしてくださいっていうことを言ってるだけですね。Number three, you have time. これは if you have time, カンマですね。このカンマをね、忘れないでくださいね。If you have time, カンマ、please check my English. ね、私の英語をチェックしてください。Please check my English.これでプラクティスが終わりましたね。さあ、ミニアクティビティの方ですけれども、ここは一旦読ませていただきますね。Speak and write ですね。リスニングはちょっとできないので。What do you usually do when you have free time?
何をしますかということですが、普通何をしますかと言ってから英語の場合は when、ね、一番最後の when がありますね。 when you have free time、 時間がある時っていうことですね。で、答えが I usually practice soccer when I'm free、 私が自由な時はサッカーをします、サッカーを普通します。I see っていうのが文章になってますね。じゃあ toolbox を見ていきますね。 listen to music、What about you? I usually listen to music when I have free time ですね。 Number two, play video games. Do you play video games? これも皆さんちょっと気づいたと思うんだけど、ビデオゲームズ、これはもう教科書にあるこの図っていうのが来るのはみんな丸をつけといてくださいね。これ play video games、 これでビデオゲームをするという意味ですね。これはですね、もう play a video game っていうよりは play video games、 このパターンなので、ビデオゲームをする、つまりみんながやる任天堂のスイッチとかああいうの全部そうです。これはこの複数形の games で覚えちゃってくださいね。さあ number 3、practice soccer、私はプラクティスサッカーもしないのでちょっと言えないですけど、 How about you? If you like, you know, soccer, if you like to play soccer, you probably, you know, practice soccer when you have free time. What do you think? どうですか？はい。次、 Walk my dog、 これですね、 Walk my dog、 Yes, I do, because I have a dog. Actually, my dog is sleeping in front of me right now. So, I walk my dog when I have free time. Even though I don't have free time, I have to do walk my dog ですね。はい、この犬の散歩をするっていうのは私知らなかった時ですね。Walk with my dog っていう風にしてたんですね。違うんですよ。犬っていうのはですね、多分この英語圏の文化にとっては日本人が思うようなそのなんていうんですかね、ものじゃないですよね。犬っていうのはもっとなんかこうね、暮らしに寄り添ってる感じなんです。だから Walk with my dog っていう風に言わないのは、多分そのやっぱり犬をこう連れて歩くっていう感じがもう当たり前だからなんでしょうね。 With っていうのが入っちゃうと、その犬とその人との間に距離ができる感じなんです。 With っていうのはこう持ってるっていう意味になるんですよ。持ってるって意味なんですけど、この Walk my dog っていうのは、その犬を歩かせるために歩いてるっていう感じでしょ。だからこの walk っていうのが my dog っていうこの目的語に対して直接こうかかっていってる感じなんですよね。よく考えると犬の散歩っていうのはね、犬と共に歩いてるっていうわけじゃないじゃん。犬のために散歩をしてるわけじゃない。だからこの walk my dog がこの with っていうのはね、間にいらないんです。犬と一緒にこう歩いてるっていうよりは、犬の散歩のために自分がこう歩いてるっていう感じ。難しいね。 OK、 Number 5、 Watch movies、 これも movies、 これはまた丸をつけてください。 Watch movies、ね、でももちろんこの私は何のムービーを見たっていう時には、そのムービーが例えばズートピアだったら I watched Zootopia last Sunday とか普通にこのタイトルをバンってつけられるんですけど、このようにですね、そのっていうスポットライトを当てられない感じでしょ、この映画を見るっていうの。まだだってこの人どの映画を見るとかそういう話をしてるわけじゃなくて、ちょうどこれはあのスポーツ店に行ってラケットがいっぱいあるっていう話と被っちゃうんだけど、いっぱいこうあるムービーが頭の中にあるんですよね。で、どれっていうことを別にポンってスポットライトを当てていってるわけじゃないけど、ああまあ暇な時時間あったらって映画見るかなっていう時のこの映画っていうのはね、一個に決めてない。そしてこの映画っていうのは実はやっぱりこうイメージできるものになっちゃうんだよね。映画っていうその映画を一つのこの輪郭で撮ってっていうのはちょっと難しいかもしれないんだけど、映画っていうものはやっぱりイメージできるもの、劇場にてこうもうあるものじゃない。目でこう見てわかるものね。まあ、触れるかどうかっていうとちょっとね、劇場のスクリーン触っては怒られそうだしっていうことあるんだけど、だからこのムービーっていうのはこれ数えられちゃうんです、ね、数えられる輪郭があるものの中 の、 あの名詞になってくるので、そうするとやっぱりムービーズ
になるんだよね。だからここも S がいるんです。こういうところを絶対にですね、この丸を書いてね、押さえておいてください。 Play video games だし、それから Watch movies になります。本当はみんなが英語の映画を見たりね、英語での本を読んだりっていうことをすごくできていれば、そんなこんなことはしなくていいんですけどね、それは本当に難しいじゃない。みんなもう他の勉強いっぱいあるしね。だからみんながこの中学校でやってることっていうのは、みんなが今まで日本語で生まれてからずっとこの中学校になるまでなんとなくやってきたその日本語の学び方っていうのをね、ちょっとギュッと凝縮して、そしてやってる。だからすごく工夫がいるわけ。もう日本語でいちいち丸をつけてとか やったきゃいけないでしょ。でも英語でなぜそれをやらなきゃいけないかっていうと、みんながこの今中学校2年生だと14歳、そうすると生まれてから14歳になるまでのこの14年間、日本語を何気なくこう話したり聞いたり、ね、読んだり書いたりしながら勉強してきた、これをいきなり中学生になってこの3年間で多分みんなの6年分ぐらいの、なんていうのかな、勉強分を、もっとかもしれない10年分ぐらいの勉強をこの中学校でギュッて詰めてやろうとするから、絶対工夫がいるの。これはもう日本語と同じようにはいかないっていうところはちょっと思ってた方がいいです。でも諦めちゃいけないのは、ちゃんと工夫をして、そういうことなんだなって、みんなも理解力はすごく高いのね。小さい子供よりはいろんなことを理解する力がすごく高いんです。だから理解した方が、分かることはちゃんと理解をして分かった方がいいんです。で、今度もう一つね、理解するだけじゃなくて、やっぱり自転車は乗らなきゃ乗れるようにならないね。まあ、こんなこと言ったらいいんですけど、車の運転だってそうなんです。車の運転も運転しないとね、わからないことばっかりなんです。もちろん車の運転はね、免許証取らない人がそんなことしてとりあえず乗ってみるなんてやりだしたら、もう交通事故だらけなのでできないんですけど、中学校のみんなだと自転車ね、自転車は多分ほとんどの子乗れると思うから、自転車って乗るときに右足をこうやって、左足をこういう風にするとタイヤがこう動いてるとか、そんなこと考えて乗らない。もう乗り出したらあーってもう考えてない。これが英語も一緒なんです。で、この考えてやらないっていう、この英語の筋肉、それから耳、こういうものっていうのは自転車と一緒なの。だから自転車と同じ動きをする器官に対して、この鉛筆で書いたりとかね、こう読んで理論的に理解しようとかっていうことをやるんだったら、自転車乗った方がいいよっていうのと一緒で、声に出した方がいいよ、そしてとにかく真似した方がいいよっていうのはそこなんです。真似をすることでとんでもない奇跡があなたの頭に起きてくるんです。それが必ず起きるので起きるので、それをね、信じてください。それが私がこの新しい英語の学び方をみんなに伝えている一番の理由なので、こういう読むのもね、必ず一緒に読んでください。いいかな。聞いてるだけじゃなくて、それを読むことによって本当のリスニング力とスピーキング力の両方がついていくんだよ。はい、じゃあ次ですね。2番ですね。メモの情報をもとにね、相手に質問をしましょうというのがありますけど、今度はさっき What 何ですかって聞いてたのが Where ですね。 Where do you usually practice soccer っていうことですね。この Where っていうのがね、この Where っていうのを聞きたいから、ここがボーンと前に出てきてる感じで、あとはどういう風だったかっていうと、この Where っていう疑問詞がボーンっていう風にこういう風に前に出てきた時っていうのは、後ろの文章がどんな風になるのかみんな覚えてる？じゃあここね、ちょっと端っこで書きます。いつも端っこになっちゃう。 Where っていうのがさあ、今どこっていうのがボーンとこう出てきてるでしょ。で、この後疑問文だよっていうことを伝えなきゃいけないんだったね。疑問文だよっていうことを伝えるには、この主語の前に何かが来る。そうするとこの場合は、do 何をするっていうのの、ここにボーンって出てくるのはなんと do なんだよね。だから where ですね。 where do you、 これで、あ、ここが来たからこれ疑問文なんだっていうの分かるよね。
これが来てるからね、もうこれも大きな意味で疑問文なんだってことがわかる意味なんですけれども、あのこれは今疑問文なのでこれクエスチョンなんですけど、もうちょっとみんながあの上の方に行くと、この where っていうのが出てきても、実はこの後ろに where I live、I'm gonna tell you where I live、 こういう言い方ができます。 where I live だから do ないでしょ、わかった今のね。これちょっと今ここに書くと こんな風に言ったんですね。 OK I'm gonna、 あこれちょっと省略しちゃうとあれかな。 I'm gonna tell you、 I'm gonna tell you where I live って言い方ができます。じゃあ今から私の住んでるとこあなたに伝えるね。 Are you ready? Oh wait wait I need a pen。 OK please っていう感じで、例えばあなたの、まあ、ちょっと知り合った人に、ね、今私の住んでるところ今から伝えるけどいい?って言って、あなたがその相手の人があちょっと待って、あ OK みたいな感じ。このシチュエーションでよくあると思うんですよ。 I'm gonna tell you where I live っていう、ここのところの where I live ってここ do ないでしょ、ここ do 見えるないよね。だからこういう使い方でもこの where っていうのを使えるので、 where が来たら絶対疑問文っていうふうに言い切れないんです。だからここに do が来るわけで、 where do って来たら疑問文だって、もうこれもうこの鉄のルールがね、もう適用されてないから、これもうまず疑問文だから、これが do が出てきちゃった時点で、そうするとこの文章は where do you です。 practice、 ちょっと長い単語を使ってるので下行っちゃいますけど、 practice soccer ですね。 soccer、 これでいいですね。サッカーでクエスチョンマーク、はい、これの文章はさっき言ったこのかあの質問になるよっていう do が来てるから、ここにクエスチョンがね必ずこう入ってますよね。で、この答えに対しては where って聞かれているんだけれどもね、私は何々をどこでするっていう時に答える時っていうのは I、 まずやっぱりこの牛がいなくなっちゃったけど、この人ね、このビジネスマンだったらこの who、 人がまず最初にやっぱり来て文章っていうのは作られるんです。いいかな。なのでこの下に来るのは答えるときは where って聞かれているけど do you なので I ですよね。でこのままです。 I usually practice soccer どこっていうのが次に来ます。 I を書いた方がいいかしら。 I usuallyPractice soccer. I usually practice soccer in Wakaba Park. この前もサッカーを省いてますね。 I usually practice in どこですかっていうと Wakaba Park ですね。 Wakaba Park っていうふうになります。で、このどこっていうふうに、ここにね、どこっていうところにはこの in とか at とかっていうのがもう入っちゃってるっていうことです。どこ。で、この文章にしたときには、I usually practice 若葉パークってしちゃうと、この in っていうのがここにないと、この若葉パークっていうのが、いい?日本人はこれを見て、若葉パークだから、パークだから公園でしょ?あ、場所だよねって思っちゃうんです。ただ英語の場合はもしこの in がなかったとすると、これどんな文章になるかわかる？ I usually practice サッカーの場所に若葉パークが来ちゃったことになるわけ。そうするとそんなことできないんだけど、私は普通若葉パークを練習するんだよっていうことになっちゃうんです。英語はこれが英語の語順のとても厳しいところです。この practice っていうのが直接力がかかっていくものに若葉パークが来ちゃうと、さっきここにみんな何があったかわかる？サッカーがあったでしょ。サッカーっていうのがここにあったから、サッカーを練習するってなってたんだよね、英語の場合こういうふうに。でももしこの in がなかったら若葉パークを練習しちゃうんです。どうやって若葉パークっていうものを練習するのか誰もわからない。
若葉パークっていうなんかそういうゲームがあるのか、なんかそういう新しい遊びがあるのかね、わからないんですけど、そういうことになっちゃう。だからこの場所を表すインっていうものが、ここにこのインっていうものがむぎゅぎゅってちゃんとこの入ることによってね、この若葉パークっていうのはプラクティスするものじゃなくなるんです。プラクティスするものは別にあって、でもこのインっていうのが来たら、みんなこのボックスの中のインっていうのをこう思って、箱の中にこうインってもうなんかこう入れ物で、このインが来てるから、あ、若葉パークっていうのは入れ物なんだなということがここでわかるわけね。だから I usually practice in 若葉パーク、このインは絶対いるってこと。今のね、プラクティス若葉パークっていうの面白かったと思うんだけど、そういうことなんだよね、英語のこの大事なことは。だからインなのか、あとここで例えば学校でするってなった時なんかは、at school とか at っていうのを使うことが多いですね。やっぱりその後ろに来るものでイメージできるそのなんていうの、空間っていうのがあって、この公園っていうのはインっていうのが多いんです。公園っていうのはね、なんかこう木で囲まれてたりとか、そのなんかこう囲まれてる場所のイメージなんですよね。うん。それに対してこの at っていうのが使われるのは、こうみんなが地図を見た時に、あ、ここ学校みたいな、ここ学校でねっていう感じの at school。だから at school の方がどちらかというとやっぱり多いですよね。だね、だんだん分かっていくのでね、とりあえず出てきたものパークといえばインなんだなっていうふうに覚えておけば大丈夫かなと思います。はい、それでその後ですね、 Really? I often go there、ね、I often go there、 この there っていうのはすごくその便利な意味で、そこっていう言い方で使えるので、もう go to there っていうふうには絶対言わないでください。 go to there のこの go there でいいですね。これはみんな副詞とかこう習うと思うんですけれども、それ以上にですね、もうそこに行くって言ったら、 Oh, I gotta go there、 これで覚えちゃってくださいね。誰か何か言ってきて、 Oh, me? Oh, I wanna go there. I wanna go there. 私もそこ行きたいの。 I wanna go there too. 私もそこに行きたいよみたいな感じで覚えてくださいね。自分がこのイメージをできるセンテンスを自分の中で作るっていうのはすごく大事です。そんな長いのを作る必要はないんだけど、ちょっとこうシチュエーションを考えてね、使ってあげるといいです。次、 Let's play soccer togetherWhen we have a time。 これもいいですね。 Let's play。 Let's play っていうのは仲しようっていう時の、もうこれはもうそういうふうに覚えちゃっていただければいいので、 Let's play で動詞ですよね。何しようということで、 Soccer together。 実はこの Let's play もみんなわかると思うんだけど、この鉄のルールは適用されてないんです。だからこの Let's play っていうのは実は命令文がちょっと提案になった感じの文章になっちゃうと思いますね。これは本当言うと、この Let's っていうのはどういう文字が一緒になってるかっていうのを知ってる人は知ってると思うんだけど、Let us play を、 Let us play、 まあ ここを分けてしまうと、これが、Let's っていうふうになっていて、何かしようよっていうことのこの言い方の時絶対使われるんですけれども、これ主語はないんですよね。主語はないんです。だからさっき言ってた Read this book っていうのとどうか近いなっていうのは、この主語っていうのがこのビジネスマンじゃいなくなっちゃってる文章なんです、これね。 Let's play、 Let's play っていうのは、うん、なのでこれはこのいつも基本の文章じゃないよ、こういうふうに提案している文章なんだよっていうふうにも考えられるでしょ。疑問文じゃないけれども提案している特別な文章っていうのがこの Let's play、 この主語がないパターンなんですよね。で、 Play together、 もうこれは覚えてください。一緒にやろうぜっていう時はもう Play together、 この前はサッカーだから Play soccer together、 じゃあ一緒に料理しようぜって言ったら、はい、 How do you say? What do you say?、Mm-hmm.Let's cook together. That's right. じゃあ一緒に朝ね、一緒に友達に朝一緒に走ろうぜ。はい、言ってみてください。Here we go. Let's run together. Very good. そんな感じです。めちゃくちゃみんな賢いです。はい、そして When we have time。これはいいね。さっきから言ってる When。
あるとき、時間があるとき、そして、サムシク、そりゃいいね、いいね、ということですね。じゃあ、まあですね、If you come to my town, go to Midori Zoo.、You can see many cute animals there. なので、もう私、このまま使いますね。If you come to my town, go to 東山 Zoo.You can see many cute animals there. っていう方もできますね。My town ではないかな。My town で考えたときにね、私の住んでるところって IKEA。IKEA ってみんなわかります ?IKEA ですね。Big furniture, large furniture store ですけれども、それをじゃあちょっと文章にしてみたので、それで終わりたいと思いますね。If you come to my town, go to IKEA in Nagakute.You can enjoy just looking for a lot of interesting furniture there. という感じですね。はい。たくさんのね、まさに interesting を使いましたけれども、あなたにとってどうかわからないけど、とにかくまあ、面白い、興味深いファニチャー、家具がある、そういうところなので、多分楽しいと思いますよっていうような文章にこれがなっています。Okay, so I hope you enjoyed this.Long lecture. もうね、本当に長くてすみません。ちょっと。でも、今日ね、いっぱいまたいろいろなメッセージを出せたと思いますので、名詞のこと、ね、それから、どんな時に the っていうのがついて、half, the other half っていう言い方ね、この the other half っていうのはどんな意味かっていうことを、やっぱり考えることがすごく楽しいんです。これを考えて、それを使う。じゃあ、この the other half っていうのを使って、I wanna eat a half of the cake. So you can have the other half. Is that okay? こんなような文章ができますね。私はこのケーキの、そのケーキの半分を食べたいんだよね。だから、その後残った半分はあなた食べていいよ。みたいな感じですね。the other half っていうのは、その今半分取った残ったもののことを the other half っていう方で、使っているわけなので、そうやってね、使ってみてください。 OK! Thank you so much! Bye bye!